本日も FX コインシニアストラテジストの増田芳生さんに解説していただきます。増田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スクエア社によるビットコインの購入の発表がきっかけで上昇したビットコインなんですが、この長い間続いていた持ち合いが終わって新たな上昇相場が始まるという考えるほどのインパクトはあるんでしょうか？はい、これ自体のインパクトは大きいと思っています。ただ今回の上昇でですね、まあ、9月の後半から作っていた三角持ち合いを上抜けた形になっていますけれども、まあ、以前から申し上げている8月の高値と9月の安値の半値戻しで、ヘッド&ショルダーのネックラインだった1万1100ドルのところですね、これを抜けないと、まあ、本格的な上昇相場に戻ったと、レンジを上抜けたとまでは言えないかなというふうには考えています。で、スケア社によるですね、で、まあ、US ドルで5000万ドル、50ミリオンのビットコイン購入。で、これはマイクロストラテジーの、あれ2回に分けて425ミリオンの購入があったと。で、これをですね、なんか機関投資家の購入と混同してる人がいたりするんですけれども、これちょっと意味合いが違っていて、そもそも機関投資家っていうのは、主に個人や法人からお金を預かってそれを運用しているという会社のことで、まあ、主には投資、保険、年金、これが主なもので、でヘッジファンドもその一種でですね、まあ、ヘッジファンドは私募だから比較的運用が自由なのでビットコイン相場に早々に参入してきていると。でしたり、まあ、ETF だとかですね、あとグレースケールがこう一生懸命頑張っているのは、それを公募に広げようと、まあ、そういう動きなんですね。で、これに対して、いわゆる投資家といわれる、まあ、個人や、あと民間企業ですね、普通の企業というのは、こう自己資金を投資すると。で、自己資金を投資するので、自己責任でリスクが取りやすいというところがで、今のところ暗号資産市場に入ってきるのは個人のお金だけでしたという経緯があるわけですね。で、これに対してスクエアとかマイクロストラテジーの参入というのは、そういう、こう一般の民間企業の余剰資金、すなわち自己資金のですね、運用をですね、始めたというところで、で、これがどの程度の規模かというとですね、その日銀とか FRB の資料によればですね、非金融法人が持っている金融資産というのが日本で1250兆円、アメリカだと約3000兆円あるということなので、の金融資産というところまではいかないのですけども、かなり大きい規模ですと。で、その中で規模の大きいとされるこう上場企業がですね、自己資金でビットコインの運用を始めましたというのは、所属が知る限りですね、マイクロストラテジーが初めてで、まあもちろんね、暗号通貨のその業界の人でですね、在庫とか売り上げで保有してるっていうケースは、それは当然あるんですけども、それがマイクロストラテジーが初めてで、今回のスクエアがそれに続く人が出てきましたと。アメリカにおける3000兆円の運用資金の最初の500億円が始まりましたね、と。いう意味なので、これはインパクトは相当大きいだろうなと、思ってますし、これだけで十分、1万1100ドルを上抜けても不思議はないんですけども、ただ、まあ、冷静に考えるとですね、やはりアメリカの企業が、その新しい投資を始めるのであればですね、普通は大統領選挙の後になると思うので、そういう意味では一旦は上値は抑えられるかなというふうに考えてます。この、 そのマイクロストラテジースクエア社の流れって日本にはやってこないんですかね？そうですね、それは少し時間がかかるとは思いますね。それは今この時点でも日本で金投資すらそうブームになってませんと。日本の財政はこれだけ、世界的にね、比較しても相対的にこれだけ悪くてですね、これだけ厳しい状況にあってもですね、なかなか日本人は法定通貨円に対するですね、その不安感がないというかですね、
うところがありますね。そのアメリカの人っていうのは実はそのドルがね暴落して大損したっていう経験ないんですけど、で日本人はそれで痛い目に一回あってるんですけど、なかなか日本人はそういう感覚はないみたいですね。リップル共同社のクリス・ラーセン氏が、はい、米国でのその規制の厳しさを理由に、今米国サンフランシスコにある本社を海外に移転する可能性について言及しました。で、リップル社といえば米国の規制当局とまあ比較的うまくコミュニケーションを取っている、まあ、印象があったんですが、この発言の背景にどんなことがあったかっていうのはなんか分析されていることとかありますか？はい、クリス・ラーセン氏がですね、何を考えていらっしゃるのかとかですね、まあ、これは本気なのかとかですね、本当の意図は 何なのかということ自体は、まあ、正直わからないですけども、その彼らが従来から主張していたのはブロックチェーン分野におけるその中国との開発競争でアメリカが劣後していますと。で、マイニングがその中国に牛耳られているビットコインやイーサリアムではなくてですね、アメリカ政府は準米国製の XRP を押しなさいと、押すべきですというのが従来からの主張で、その延長線にあるんだとは思っています。すなわち、ちゃんと XRP をサポートしてくれないと、他の国に逃げていくという可能性もあるんですよと。それはもっと XRP に肩入れしてくださいよと。いうことですし、で、そのサポートとは何かというと、やはりそこの想定にあるのは証券の該当問題だと思うんですね。で、早く XRP の位置づけというかですね、XRP に限らず暗号資産ですね、暗号資産に対するこう位置づけ、これが、その日本のようにですね、日本の改正資金決済の法のようにこうきちんとした暗号資産っていう定義がアメリカないですから、これをきちんとこう定めてほしいという気持ちはあるんだろうなというふうに思いますね。先日の証券明確法案なんかはこう良い動きで、その仮に、ね、新しい法律ができても法律っていうのは不訴求の原則があるので、今作った法律で過去のことを裁判に影響するっていうことはないわけなんですよね。なんですけど、その将来にわたってはこうそういう定義が明確化することによって道筋が開けていくというふうに思いますし、今朝方もなんかガーリングハウス氏がアメリカの司法省の新しい規制ですね、これもその様々なことを域外適用するぞっていうこう意欲的なものなんですけども、それに対してガーリングハウスが、まあ、その前にちゃんと規制を明確にしてくれと、適用範囲を広げるのは構わないんですけども、その前に、この暗号資産っていうのはどう取り扱うのかっていうのははっきりさせてくれというふうにつぶやいてますよね。リップル社が、日本時間の今日ですね、10月8日に、LINE OF CREDIT という新たなサービスを立ち上げました。こちら、どういったサービスなのか、これがどういった影響をもたらすものか、松田さん、どのように見ているか教えてください。はい。私の方もですね、今日はリップル社さんのこうサイトに載っている以上の情報を持ち合わせているわけではないんですけれども、もう我々の得意とする金融面での、ね知識のもとにちょっと、解説というかですね、分析してみますと、その一部ではこれを受けてあたかもですね、リップル社が XRP とかですね、法定通貨を貸し出すというような報道があるんですけども、同社サイトにはですね、この LINE OF CREDIT、要は信用共有ですね、予信枠の共有ですかね、予信枠っていうのは、XRP の購入資金を調達するための支払い方法として扱われるので、税務上のこう XRP のリースまたはローンではありませんというふうに記載されているわけで、その XRP を貸すとか貸さないっていうのはちょっと誤解があるかなというふうに思います。で、なんでそういうことが生じるかっていうと、そのクレジットラインっていう言葉自体、すなわち予信枠という考え方が一般的ではないのかなと
というふうに思っていまして、まあ、これ、銀行とかの用語で、この会社に対してのクレジットカードラインはいくらとかですね、このラインに、この会社には、3億円分のクレジットラインが与えて、で、その範囲内でいろいろこう、エグゼキュートしていくというような、そういう、こう、概念だと思うんですけども。で、そもそもですね、普通送金業者、普通の送金業者っていうのは、送金先の国の支店、ないしは提携業者、ないしは銀行に、あらかじめ資金を預けておいて、で、その中からですね、送金先への方支払い指示を出す。支払い指示を出すと。で、このためにあらかじめ預けておく資金をリップル社ではよくこうプレファンディングってこう呼んでいるわけですけど、で、銀行がコリレス口座に資金を預けているのも、まあ、プレファンディングの一種と。で、これを XRP という、いわゆる価値があるものをですね、早期の媒介として、インターネット経由でこう送ると。これがまあインターネットオブバリューっていう考え方だと思うんですけど、そうするとプレファンディングが不要になりますよと。これが ODL、オンデマンドリクイディティというふうに XRapid がこう名前を変えた由来だというふうに理解してるんですけど、で、これをするときにですね、その ODL の機能としてですね、送金側でのエクスチェンジレートと、あと、受け取り側のエクスチェンジレート。例えば、リップル円とフィリピンに送るんだったら、リップルペソ。このプライスを同時にこう出しちゃうんですね。っていうのは、その送金にかかる時間があっという間だから、数秒だからと。で、その代わりに、その送金指示を出して、エクスチェンジレートを固めてダウンしたらですね、その XRP をできるだけすぐに送ってあげなくちゃいけないと。そうじゃないと待ってる方ってタイムラグが発生しちゃうんで、XRP ペソのレート変わっちゃったよ、なんてことになると困るので、できるだけあっという間にこう送ってあげなくちゃいけないと。いうことが必要で、そうするとですね、それを実現するために、結局、送金側はですね、あらかじめ XRP を準備しておいて、それで送ると。お客さんからお金をいただいて、送金資金をいただいて、それでリップルを買って送るというのが本来の姿なんですけども、そんなこと待ってたら大変なんで、あらかじめリップルを用意しておきましょうと。それでデリバリーしましょうと。いうことをしたりするわけなんですけど、そうするとですね、結局送金業者が結局手元に XRP を用意しとかなくちゃいけないということになって、プレファンディングしてるときと同じようなことが、同じ資金、ような資金負担が発生しちゃうと。ということなので、そこでリップル社がその送金業者にですね、対してこう、XRP を売却する相手方になってですね、XRP をすぐにデリバリーしてあげるという体制を構築しますと。で、その代わり金となる法定通貨の支払いは後払いでもいいですよと。その送金の人が、実際に送金の依頼者がこうお金を持ってきて、それでこれを送ってくださいって、リップルを買います。で、その時はもう、とりあえず買って送ることだけさせてあげて、後でちょっと落ち着いたら、その法定、お客さんからもらってね、法定通貨をリップル社に支払ってくださいね、と。いうような形のこう信用供与を行うと。いうことを言ってんじゃないのかなと。で、もしくは、その代わり金のなる法定通貨は後からもらうのか、もしくは、場合によっては、どっかから XRP 調達してきて、XRP で払って、その利息に相当する手数料を払ってもいいですよと。そこら辺の、その、細かいスキームっていうのは、あれを読んだだけではわかんないんですけども、ですし、その XRP 一回、買ってですね、後で、代金の金 XRP 売っ払って、渡しちゃうんだったら、実質的に借りてるような形になるかもしれないんですけども、そういう、こう、XRP を直ちに、リクイリティを直ちにこう、供給して、プレファンディングをしなくてもいいように、
してあげるため の, そのクレジットラインを準備してあげますということなのかなと思ってますし、まあ、だから金融的には、要は、XRP のですね、当座貸し越しとかですね、コミットメントラインとかですね、あと貿易でいうユーザンスみたいなもんなんですけど、こう言っちゃうと金融やってない人からすると、逆にややこしくなっちゃいますから、金融ではよくある取引です、これは。で、まあ、影響としてはそういうふうに、もう金融の実際のね、ビジネスで使われている、すなわち XRP を実際ビジネスとしてどんどん使っていこうとしている中でですね、今の既存の金融で使っているような、そういうファシリティがだんだん必要だっていうのが分かってきたんで、そういうのを整備しているということなんじゃないでしょうかね。ちょっとしたつけみたいな。あ、そうです、そうです。立てこですよね。そういうことです、そうです。付け払いしてあげます。付け払いですね。そうです、そうです。なるほど、なるほど。で、実際にコルレス決済でも、コルレス決済したらいくらいくらやってくださいねっていう一方で、オーバードラフト枠を作ったりするんですよね。それたまたま残高が少なくなった時に、ある程度までその貸してあげる。そうでないとそこで送金遅延が起こってしまいますから。そういったことをこう金融界でこうやってきたことをたどってると、まあ、そういうことなんじゃないですかね。今のようにこう付け払いが増えていったり、あとはそういう提携銀行が増えていくと、やはりリップルの価格にもそういう需要が生まれて、いい反応が生まれてくるっていうことなんでしょうか。ですね、このことに対するマーケットの今ということは2つで、1つはその XRP をこう媒介として使ってもですね、その媒体で使うことによって XRP というものが、もういよいよね、さらにいよいよ、ないしはさらにですね、実世界でビジネス界で利用されていくという効果はあるんですけれども、その XRP をたくさん持ってるですね、リップル社が、その中間のですね、ニーズに応えてあげると。もしそういうことを考えてるんであればですね、マーケットの需要にはあんまし関係ないかもしれませんと。ただ、もしかすると、リップル社が考えているのは、そういう、仲介ないしは媒介としてね、使うニーズが上がってくればですね、リップル社といえどもですね、マーケットに売却するだけじゃなくて、購入する場面が出てくるんじゃないかと。いうことが、前回の、レポートで発表した、コメントにつながるんだろうなと。そういうことだと思いますね。松田さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。コイントレグラフ、like, subscribe, and hodl。